さあ、それでは賢者の石7箇所だけど、まあどれがどれかわかんないんで、まずはここ、あの丸ん中やね。取った記憶あるわ。でもまあ行きましょうかね。と、うん、空いてる？空いてるかどうかすらわからん。こういう時はこれを宝箱にすれば。あれ？取った記憶あるのは違うところだったっぽいね。じゃあどうやって下に、これを謎解きすんのか。こいつ動かねえ。あれ動く。回ってる。こうやって無理やり弾き飛ばすのかな。何？嘘だろ。強すぎる。どうなってんだこれ。いや別にクリアの仕方はね、まあ、わかるんだけど、無理やり行きゃいいだけだから。回転、あ、こういうことか。これだけやな。まあ無理なら無理でね。下から通れるふうって抜けるだけだったんだけど。はい、 OK でーす。削除。さあ次、下、下、あ、こんなところに。君か。あれ？おかしいな。賢者の石で調べてチェックつけたはずなのに。
なぜ？こいつか？もしかして。あるわ。あったあった。ああ、ダメだった。すげえ戦いにくい。まあ、倒してないみたいだし、倒すか、とりあえず。もうめんどくさいんでね。ストレイツを容赦せんでいきましょう。こんなところに5連休が。そっつえ。強い。君は最強のフレンズなんだね。宝箱は？あったった。めちゃくちゃ強え。ね、ドン引きするぐらい強かったですね。これか。なるほどね。ここにブロックゴーレム、多分水の神殿向かってる時だったから、まあ戦わんでええわみたいな感じでスルーしたんだろうね。あれ？ここじゃないの？下か。ん？あれだ、反応してんのは。反応してんのはあれだな。でも印そこなんだけど。まあいいや。とりあえずあれ取ってみよう。うん、いて。一緒に落ちるか、それも一つだね。めんどくせえこと考えずに。ほっ、早えあいつ。宝箱は？どこ行った？あった！うわー、地図だ。あ、取ってないの。ここまで来て反応しないということは。おっと。宝箱の反応はね、そんなないね。写真。ね、だいたいここ昔アロワナなんだよ、ね。あとマックスバスト。ん？あ、なるほど。これ、池の水全部抜きますだ。すぐ上がってくるね。そこじゃねえか。
けー、間に合え、間に合ー、間に合い、なんで間に合わない、なんで間に合わない、なんで。あ、モドレコくん、いけ。よし、あった。あと4つ下やな。まあそうやとは思ってたけど。よいしょ。言うほど下でもね、ダーブ機になっちゃった。あ、あったあったあった。燃えてんぞ。あったあった。誰この解放者、お前か。あー、地図だ。意外に取ってない。よし、念のため食事をしておこう。よし、お、これだこれだ。よし、あと3つあるはずなんだけど。おかしいな、印をつけたところは全て回ってしまったぞ。ここも見当たんなかったしね。見当たんなかったね。ここはグリオーグがいたとこだと思うんで、倒したはず。はい、ということでね、残り2箇所か。よ。残り3箇所。うん。さあ、ね。あまりにもね、場所がわからなかったので、裏で頑張って見つけてきました。これは終わってた。ここと、ね、これもここじゃなくてね、ここだった。ここと、ここと、そして、ここのグリオーグさんは倒してなかったですね。なので、あとこの3つで終わり。じゃあ、まずはね、一番近いここから。これ普通にあるっていうね。ひたまり巣を取ってるね。よし、これゲンジャの石ね、6個、あと2個。ここだ、まずはこいつを抹殺してやるぜ。雷武器、そしてマッソー、お願いマッソー。マッソーが眠ってしまったぞ。さあ、ということで、降りてみるか。お、もう一個下があった。これやな。しまってんじゃん。これやな。これ。さあ、どうやって取るのか。
当てるべき場所が分かんないんだよね。どこに当てればいいのか、これが分からない。割と光の判定が厳しいっていう。はい、すぐそこだった。よし、7。さあラス1、ラス1はここです。3発打てるだろう、こんだけスタミナ残ってりゃ。よし、じゃあ決めますぜ、決めますぜ。お前には、はい、5連休をくれてやる。もう消す。即死させてみる。ダメみたいやね。これ、いいや、使ってみよう。体。ライネルは即死だったんだけどね。これダメみたいやね。ああ、もったいな。炎。足りん。しゃあない、香りよ。いやん、氷より雷に効くのは雷。いやもう爆弾ぶち込んでる。やっぱ爆弾が一番。一番弱点が多い火をね、あれ使うなんてもったいない、ね、よし、準備しに行こう。よっ、で、武器作っときたいね。大ダメージ与える武器。あんまいいのがねえな。いいのねえな。最後飛び上がられちゃうな、これだと。しょうがないか。素材。マッソに。まあ、この辺つけて。大ダメージ与えますか。やっぱ回転したいよね、回転。よし、じゃあ行くぞ。ちょっと遠くない。当てれんことないけどちょっと遠いな。
あべ、こいつ壊れちゃう。あれ？あいつまだ生きてるぜ。まあ飛び上がられちゃった。いや、意外にこれギリギリ飛び上がらないか。まだオッケーか。そんなことはなーい。ちょっと遠いね。これやってるとき炎何してんだろうね。いっけここだ。もうどれー、雷来てるよ。痛い。めちゃくちゃ痛い。攻撃力上げるべきだったか。もう今更だよ。あと落としたら終わりだし。ねえ、食べ物が中途半端だな。あとマックス系がね、いろんな種類あってもいらねえんだよな。まあ、さすがに死んじゃうんで、食うしかないんだけど。ちょっと狙いが正確すぎませんかね。これぐらい。でか、雷のダメージいかれてねえ。これ。びっくりの大ダメージだわ。攻撃力アップにしちゃったからな。あー、もう回復アイテムあるけどない。もういいわ。頑張りゲージとかスタミナとかもう使っちゃえ。てかもう使うことないもん。やっぱ雷やな。さすがにこれやりすぎやろ。開始分稼ごうと思ったらさ、クソだろ。イカれてるぞこれ。枯れてんねえこれ。枯れてんぞこいつ。さすがに
なんだこの強さ。頭を雷無効にして、無効でも雷のダメージは多分食らうんで、で料理をこの辺の全く必要ないものを食って、最終的に守備力アップ、こんなもんいらない、切るから。でかわした、あかん、もう殺す、最悪、空で壊れたせいで空で壊れたせいで、あー集中が途切れた。嘘だろ、よし、とどめだ。あーやーべ。過去キング・グリオーグ割と倒してきたけど、あそこまで切れ目なく雷と氷が来るやつはいなかったぞ。あそこまでひどくなかった気がするんだけどな。さあということでね、これで、まあ、ラスボスにふさわしいって感じだよ。賢者の石8個、はい、ということでね、賢者の石全部集まりました。強化行く前にね、まあ、せっかくなんで空島巡って、あと2つぐらい、お宝があったはずなんで、それだけ取っていきましょうか。うん、すぐそこやね。よっ、時の勇者の服。はい、ということでゲッチュ。始まりの剣、古の時代の勇者が使っていたとされる剣、不思議と懐かしい気持ちになる。始まりの勇者、これが初代かな。で、時岡、風たく、あー確かに風たくだ、トワプリ、あトワプリだ。誤差やろって思ってたけど、スカボってこうだったっけ。うん、時岡やっぱ緑のイメージ。始まり、ね、初代。神虎、神虎、うん。夢を見る島。こうだっけってしか思わないんだけどね。ああ、ダークリンク装備買ってなかったか。
まあ、買っときます。それでは、いにゃい、ね、強化しましょう。シド。ね、これ、必殺の威力上がらないらしいんで、飛び抜けて中離が一番強化すべき。てか、中離以外いらないんじゃない？お行きなさい。この世界にあんねえよ。はい、ということで、ね、現在、メインチャレンジはストーリークリアなんでどうしようもないと。エピソードチャレンジがハイラル図鑑の完成、およそ200箇所ぐらい。そして、ミニチャレンジがあとは井戸マニア、ね、残り18箇所で終わりですが、まあ、どの井戸が行った、行ってないね、わからないので、これは裏でクリアします。そして、こっちね、エピソードチャレンジも、井戸を埋めつつ、とりあえず自力で埋めれるだけ埋めて、最終的にクリアのタイミングを、ね、動画にしたいと思いますので、まあ、当分裏作業です。それではね、一旦オッツオッツということで裏でやっておきますので、コログはやりません。そして、服コンプリートもちょっとしんどいかなという結局のところ何が取ってないかわからないね。結局そういうことなんだよね。なのでね、こちらのミッション、ね、ミニチャレ、ね、エピソードチャレンジはなんとかクリアして、ね、終わりたいと思うので、ね、コンプリートされる日を楽しみにしておいてください。まあ、動画だったらね、おそらくすぐ次のタイミングぐらいで来てると思うのでね、その時をお楽しみに。